yo. のピザ用の釜焼きのために木をカッティング。ダメやしっていうのが分からんの。もう感覚しかないよ、やっぱり。でこう生地伸ばすときに、なんか伸ばしにくかったりする、その硬すぎると。柔らかすぎると手にベチャベチャつくし、そう、それが難しいなと思って。なんか分からんと。やっぱりそうなんや。うん、いつもね、ぬるぬるでやってます。ワンマンシラだよね。火もいかんない。お。今ちなみに、かぼちゃの丸焼きやる。いいね。うまそう、絶対うまい。やば。して壊れてきてない。母ちゃん、チキン。姉ちゃん、どこ？あれ、本店おらへん。どこにおるの？おる。これ、ヨモギですか？これ、バジル。ああ。シソみたいな。めっちゃ匂いが。けどずっとかね。じゃあピザ導入しますよ。はい。これ火力大丈夫じゃん。投入。結構いい感じやんか。火力。これであの。
あれ、聞いて終わりましたっけ。ああ、そうです。よし。そちらだよ。熱いよ。よっしゃ。かわいいな。向こう行こうか。あっちあっち、あっち行くよ。よし。 鏡で。 火力どうですか。いけますよね。火力十分じゃない。今一番いいぐらい。よっしゃ。あれもう。あれだけ。食べましょう。焼きたてで。 うまい。
もあるかな。いいね。しかもさっきよりはプランだ。めっちゃやらないです。いやでも膨らむのってもうふわってなる。ああ。わ、いいじゃん。いい感じ。あ、これ匂いも。丸ごとかぼちゃん。チキンももういいやろ。母ちゃんチキンも。チキンもやろ、カツさん。チキンもやけど、いいやろ。でも、片面しか、片面しかいけど大丈夫やな。